皆さんこんにちは。今回は私の持っている春服の紹介をしていきたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また今回の動画のリクエストをくださった方、大変ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。